どうもパニックであります。いつも私の声を聞いていただきありがとうございます。早速なんですが、最近私を煽ってくるリスナーがいるんで、ちょっと説教したいと思います。高真由、お前だ。いつも私にハートマークの目とか、デチュとか、一緒に寝てあげましょうかとか、煽り倒してくるな。お前ちょっと、またケツをプリプリ出すんだ。叩いてやる、欲しいんだろ、もち。行くぞ、フレイム。まだだ。どうだ、しびれるかい。ありがたいと思う、私がこうやって説教してるの。あまり私を怒らせない方がいいぞ。まだこれはパーフェクトなアタックじゃないんだ。わかった。お前もな、もっと高評価を押すんだ。私の動画を見て、動画じゃない声を聞いてな。これからも高真由さん、よろしくお願いします。それではまた高評価をして俺の、声を聞くんだ。わかったかい。いい加減にしろと。